これから、コックピット内のケーキについて説明を行います。これは速度計で、機体のスピードを示しています。単位はノットです。これは水平儀で、人工の水平線との対比で、機体の姿勢を示しています。また、水平儀上に重視のバーが出ていると思います。これはピッチバー、これはロールバーといい、 ピッチバーは飛行コースに対して機体の上下の外れを示し、ロールバーは飛行コースに対して機体の左右の外れを示しています。通常は2つ合わせてコマンドバーと呼びます。ピッチバーが上なら機体を上昇させます。ピッチバーが下なら機体を加工させます。ロールバーが左なら機体を左に動かします。 ロールバーが右なら、機体を右に動かします。これは高度計で、機体の高さを示しています。単位はフィートです。これは方位指示器といい、機体の飛行方向を示しています。これは昇降計で、機体が上昇すると針が上がり、下降すると針が下がります。水平飛行をすると針は水平を保ちます。続いて、これはナビゲーションディスプレイといい、 通常は ND と呼びます。ND は機体の飛行コースが表示されており、三角形は機体を示しています。これはランディングギアレバーです。レバーが上がっているとタイヤがしまわれていて、下がっているとタイヤが出ていることを示しています。これはスラストレバーといい100、100%でエンジンフル出力を示しています。これはワーニングライトです。 危険な行為を行った際に点灯します。鳴らさないように正しい飛行を行ってください。これはフラップライトです。フラップを下げた際に点灯します。フラップは離着陸時に揚力を操作する際に使用します。これはオートパイロットライトです。自動操縦の際に点灯します。これが消えている間はプレイヤーが操縦を行います。